のりまさ TV が始まります。はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも YouTube、Facebook、アメプロ、メルマガいろいろ見ていただいてありがとうございます。はい、今日ご紹介したのはこちらですね。バシン山崎さんのフレンチトーストカスタード130円。あのね、フレンチトーストがトーストはですね、ミーストップさん、そしてケビルグさんも半端なくうまいじゃないですか。で、山崎さんなんで、お店で作ってるんで、裏で、中で、これだいぶ期待してですね、買いましたけれども、どうなんでしょうか。そしてさらに、カスタードが入ってるというね、ここ見えますかね。この部分ですよね。だから切ってというか、もう普通のパンに、フレンチトーストを、まあ、要するに挟んでる状態ですよね。ちょっと開けてみようかなと思うんですけど、まあ、ちょっと、開けてみましょうか。バカッ。こんな感じですね。なるほど、なるほど。さあ、これは、うまいと思います。いきます。あ、これは、食べにくいな。漏れなく食べにくいですね。味まだわかんないな。ありがちなね、一口目じゃわかんないパターンですね。分厚いもんね、だってね。うん。で、いよいよ。これね、やっぱね、一回電子レンジで温めてもいいね。温めてもらえばよかったな。ちょっとね、なんだろうな、フレンチトーストっぽい感じしないんですね。カスタード入っちゃってるから味が殺されちゃってるっていう気もいたしますし、この粉とあとこの分厚さでですね、ちょっとね、やっぱ純粋なフレンチトーストのみの方がいいのかな。ちょっとそういう感想ですね。これだったらファミマとかミンソップさんの方がちょっといいかなっていう気がしますね。わかった。これ断面見ていただければわかるんですけど、そんなにですね染み込まれてないですよね。カスタードを入れてるんだからいいでしょうっていう可能性もあります。だからやっぱフレンチトースト本当に純粋な好きな人は普通の、こうやって中に何も入ってないフレンチトーストがいいのかなって思いました。なるほどね。ちょっといろいろやりすぎちゃうとこうなっちゃうんですかね。というのが感想です。はい、ありがとうございました。ということで今日ご紹介したのはですね、デイリー山崎さんの、フレンチトーストカスタード130円でした。ありがとうございました。